キャップだ。よろしく頼む。行ってくる。美しい。スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは14番オグリーキャップ、13番期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは14番。早くも激しい競り合い。13番内から行く。さらには2番1馬身差18番1馬身離れてオグリーキャップ。2馬身3馬身開いて11番3番追走。外を回って8番外目をついて目白ドーベル。その内並んで動くか。そしてその内から行ったのはスイープ投手。1馬身差6番5番並んでくる。さらにその内からは1番9番追走。内から内から7番15番追走。13番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。オグリキャップ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。オグリキャップここで抜け出した。オグリキャップここから一気にちぎるか。最終コーナー最初に駆け抜けてからはオグリキャップ。オグリキャップ足にも衰える。オグリキャップリードは3馬身。オグリキャップ強い。強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。動くか。食い下がる。前方は依然オグリキャップ強い。オグリキャップこれは完璧な勝利です。他の追随をまんで許さなかったぞ。オグリキャップ見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着はウオッカ、3着はスイープ投手。よし、お腹が空いたな。すごい。でも私もまだまだやれる。がっかりはさせないから。